なんか小学生の時を思い出すようなすごく楽しさを覚えましたんで、西多摩地区のこう新しい魅力を教えてもらって、 SNS にアップロードしてたらすぐ友達に聞かれてて、どこですかってあ、こうやって卵って生まれてるんだっていうのを知り、いろんな人になんか知ってもらいたいなっていうのがありました。東京都の最も西に位置する西多摩地域は、瑞穂町、羽村市、福生市、青梅市、日の出町、秋野市、檜原村、奥多摩町からなる地域です。登山、釣り、ラフティングなどのアウトドアアクティビティが有名ですが、秋川牛、奥多摩わさび、舞茸などの様々な畜産物が楽しめる自然豊かな地域です。今回のモデルルートは、西多摩地域の一次産業を中心に、触れる、作る、食べるなど、様々な体験を通じて、西多摩地域の農業、林業、畜産業を楽しむことができます。西洋野菜研究会は、彩り鮮やかで華やかな香りが特徴の西洋野菜を広く知ってもらうことを目的に活動しています。圃場ではケール、ビーツなどを収穫するほか、サラダにして西洋野菜そのものの味や香りを楽しんでもらいます。都内最大級の農産物直売所である秋川ファーマーズセンターでは、周辺の五日市街道がトウモロコシ街道と呼ばれている通り、朝取りトウモロコシの販売は大変有名で人気です。またここでは地元で採れた旬の新鮮野菜はもちろん、秋川牛や東京シャモなども買うことができます。2015年にオープンしたログハウス型の屋内バーベキュー場である秋川渓谷リバーティオでは、直営の精肉店より仕入れた秋川牛などを味わうことができるほか、多摩産の食材を使ったバーベキューを楽しんでもらいます。同じく2015年にオープンした木造ヨーロッパ風コテージも、家族連れを中心に大変な人気となっています。を使ったハンドクリームやリップクリーム作りなどが体験できる中で、キャンドル作り体験を行います。また、蜂蜜の試食もできて、アカシアやクイなどの蜂蜜の味の違いが分かり、購入もできます。川辺鶏卵農場では、栄養価の高い良質な餌を厳選して使用し、沢の天然水を与えられて作られたこだわりの卵を販売しているほか、それらを使ったボーロやバームクーヘンも購入することができます。また、美味しい卵の見分け方まで教えてもらいます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各体験施設や食事処では、マスクの着用やアルコール消毒、換気など万全の対策を取った上で、皆様を受け入れております。これらの体験は季節によって内容が変わるため、いつでも楽しむことができます。ぜひお越しいただき、西多摩地域の魅力を感じてください。